ピクミを聞いてくれる人のことをピクミンって言うなら、萌えさんのトークを聞いている人はなんて言うの？萌えみん？トヨタ萌えに忠誠を誓う者どもです。え？間違えた、萌えみんでいいです。全然違う。萌えみんでいいよ。え？いいの？いいよ。じゃあまあ萌えみんってことは、私のトークを聞いてる人はミクミン？あ、違います、伊藤ミンです。なんで？なんで名字なの？伊藤ミンです。可愛くないの？はい、伊藤の民と書いて。まあいいけど、伊藤ミンね。伊藤ミンです。萌えみんでいいの？萌えみんでいいでしょう。投げた。めんどくさくなってる。じゃあそろそろミーティング始めよっか。夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌衣です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議を届けしています。なんかめんどくさいね、萌衣のトーク聞いてる人、美久のトークを聞いてる人。ピクミンや。ピクミンや。いいやん、何でも。ピクミンでええやん、やっぱ。そうだね。萌衣さんのファンの人たちのことはなんて言ってるの？あ、そういうのみたいな。特になかったね。なんかある人はありますよね。確かに、あるあるある。だからアムラーとかでしょ。あ、そうそうそう。なんでその世代に行ったのかわかんないけど。っていうことでしょ。でもそういうことで。そう、クルーとかそういうことでしょ。そういうことだ。そういうことでしょ。作ります？作ります？ミクだったら？ミクだったら？ミク…うかつに言わない方がいい。うかつに言わない方がいい。ちゃんと…ちゃんと考えよう。協議を重ねて…協議を重ねて考えよう。考えて、わかりました。一発目に言ったことって結構みんな使っちゃうから。危ない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 。 OK、 みんな忘れてください。はい、というわけで、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、火曜日はこちらのコーナーをお届け。弾む弾まない恋リズム。はい、リスナーさんからこれって脈ありと感じた恋愛の体験談を募集します。私たち2人が紹介していき、脈ありだと思ったら弾む、はい、脈なしだと思ったら弾まないの2つで判定していきます、はい、少しでも気になったらぜひ送ってきてください、うん、早めにメールが枯渇しそうなコーナーなのでよろしくお願いします。みんなの恋愛にかかってるコーナー、ね、なんか前もこういうコーナーあったけど早めにメールなくなったから、ね、なくなったでもまだあるみたいですよ。あるみたいですよ。紹介お願いします。はい、ピクミンネーム小次郎さんです。ミクもいしこんばんは。こんばんは。ひょんなことがきっかけで、うん、女友達と一緒にジムに行きました。あら。マシンの使い方を教えたり、補助についたりと一緒にトレーニングをしたのですが、最後の生理運動の時に、ねえ、ちょっと押してもらっていい？と言われ、背中、肩、足などを押しました。この時、これだけ体を預けてくれるなら、ひょっとして、という気持ちが湧いたのですが、脈ありでしょうか？なんて。ちょっと気持ちが悪い。ちょっとだけね。ええ？いや、関係ないでしょ、なしだよ。なしだよ。夢見れないの？うん。でもさ、嫌じゃないよ。だってそもそも嫌いではないんだ、友達も。一緒にジムに行く時点で嫌いじゃない。嫌いではない。ちょっとしてもらっていいと言われ、背中、肩、足など押しました。うん、ここがちょっと嫌なんだ。ここがしましただけでいいじゃん。うん、そのなんか、部位は言わない。部位を言ってるところがちょっと嫌。ね、想像しちゃうし、うん、いろいろ。あーってなっちゃうから。じゃあ判定してみましょう、はい、せーの、ラジオネーム、ラジオネーム小次郎さん、この恋は弾まないでしたね。これは ね普通の友達ですね。そうですね、気の知れた友達です。では続いて、ラジオネーム起きる魚さんからです。みくむし、こんばんは。こんばんは。ずいぶん昔の高校生の頃の話なのですが、うんうん、冬の乾燥している時期に私のカッサカサの唇を見た女友達が、うわ、カッサカサじゃん、ほら、リップ塗ってあげるからと言って自分のリップを私の唇に塗ってくれました、これって脈ありでしたか？気持ち悪がってる。気持ち悪がってる人いる。いやでも、嫌いではないよね。いやまあ、好き？好き？でもそういうことをする。これで脈がなかったら、その子は相当小悪魔だと思う。
小悪魔ちゃんだね。うん、だいぶ小悪魔だと思う。だって、私が男だったら、うん、それされたら、え、好きじゃんってなる。いや、いやいや、と好きじゃん、もう。俺と今、間接的に俺とってなるじゃん。それってさーってなるか。間接的に俺とあーってなるから。いやー、どうかな。小悪魔系だと思う？うん。いや、でも、なかなかしないでしょ。はい、塗ってあげるから。好きな男にやるか、それ。いや、すごいやっぱグイグイの女の子だったらやるかもよ。やるか。普通はしないけどね。返してもらうのかな。てか、あ、そのままあげるわけじゃない。そう。あ、もうそれあげる。って。え？女子館はよくやるけど。結構やりますね。うん、貸して、みたいな。だってここに置いといたらとりあえず伊藤さん塗ってるし、私も伊藤さんの勝手に塗ってるし。っていうことは、うん。全然あるけど、ね、男女で考えるとね。これは。でも気になる気持ちはわかる。あの子すごい唇カサカサーっていうこと塗ってあげたいっていう気持ちはあるけど、自分のは貸そうとは思わないな。貸そうとは思わないからあるかもよ。逆に、うん、なんか特殊な例だね。特殊だね。じゃあ行きましょう。はい。ラジオネーム起きる魚さん、この恋は、せーの、弾まない。あれあれあれ、弾むで一致した流れじゃなかった今。曲流すコーナーだったあれ曲流した方がいいコーナーだった。弾むやつじゃなかった。いや、違うんじゃない。気持ちが違った。なるほどね。じゃあ私たちの気持ちもバラバラだったバラバラだった。はい。終わりですか。ということで、このコーナーでは私たちに判定してほしい恋愛の体験談をお待ちしています。以上、弾む弾まない恋リズムでした。では、ここで一曲おかけしましょう。ピクシスで、大好きじゃない。ピクシスの夜空の下でミーティング。お送りしてきました、ピクシスの夜空の下でミーティング。そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第218回目の放送いかがでしたでしょうか。結構リップが衝撃的でしたね。いや、でもこれ直接塗ったとは書いてないから、メイクさんと同じで綿棒で塗って、こうやって塗ったかもしれない。このスタイルかもしれない。そこによるなって思った。これだったらあれね、ちょっと後で教えて、直接かどうかが、ここが一番大事だから。好きになっちゃうよ。直接だったらこれ脈ありだったかもしれないな。脈ありか不思議ちゃんのちょっと不思議ちゃんか悪魔、ね、はい、小悪魔かもしれない。というわけで今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね。バイバーイ。